ハロー YouTube。今回はですね、9月、もう初旬にですね、発売される、私の新しい書籍、私は主催しているですね、ゼロ高等学院というですね、高校の、ことをですね、惜しみなく、そのノウハウを書いたですね、将来の夢なんか今叶えろと、将来の夢なんて今叶えろっていう、本のですね、中に書いてあること、今その高校生相当のですね子供たちが何をやればいいのかっていうようなことをですね、僕はこの動画でですね説明したいというふうに思います。今の学校教育制度というのはですね、まあ、実は明治維新の時に作られたものです。それからそんなに変わってません。明治5年ですね、学生発布っていうのがあってですね、そこで、今の、まあ、今ちょっと旧制中学とか高校違いますけれども、まあ、ほぼ今のですね、教育制度の根幹になるものっていうのは、この時期に作られてます。どういうことかというと、そもそもですね、フランス革命で国民国家という概念ができました。それまではですね、王様がいて、ほとんどの人々って農民で、王様がいて、王様が雇ってる傭兵、まあ、兵隊ですね、がいて、まあ、この人たちみんな雇われのですね、プロの、兵隊の人ですね、軍人ですね。それと農民というような形、まあ、日本だったら武士ですね、そういった社会だったんですけれども、革命が起きて、王様が殺され、貴族は、まあ、身ぐるみ剥がされですね、傭兵たちはチリチリになってしまった。そういったフランスで何が起きたかというと、周辺諸国、プロシアだったり、まあ今のドイツですね、であったり、イングランドであったり、スペインであったり、そういったところから、まあ虎視眈々と狙われてたんですね、フランスの領土が。で、そこで、これ何としてもう自分たちで守らなきゃいけないということで、まあ義勇兵、つまりまあ、まあ、自分たちで守る。っていう概念がそこで生まれて、まあ、徴兵制の、原点みたいなことが起こったんですね。例えばそれをですね、まあ、海外留学で知った、高杉晋作、長州藩の高杉晋作は、騎兵隊という日本で初めてのですね、武士ではなく農民とかですね、まあ、平民も含めた兵隊を組織したんですけど、まあ、実はそうした方がですね、国家に忠誠を誓って、国を守るために自分たちで命を懸けてやる兵隊の方が実は、傭兵、雇われの兵隊より強かったんですね。まあ、これはちょっと考えばわかることなんですけれども、傭兵というのはプロなんで、で、相手もプロですから、まあ、プロ同士、まあ、引き際ってわかるわけです。これ以上やったら死んじゃうなとか、大変たくさんの人たちが死んじゃって自分たちもダメージ受けちゃうなと思ったら手抜くんですよね。なんですけど、国民国家の兵隊というのは手抜かないんですよ。もう、自分の、もう、家族を守るために、死ぬ気で戦うってなっちゃうんで、めちゃくちゃ強くなっちゃったんですね。だから実はヨーロッパが、その欧米列強と言われて世界を席巻した一つの要因というのは、国民国家っていう概念を作ったことですね。フランスがそれでめちゃくちゃ強くなっちゃったんで、イングランドだったり、プロシアだったり、そのスペインだったりも国民国家、まあ、だから立憲君主制とかね、イングランドとかスペインはそういう風になりましたよね。王様がいるんだけど、国があって、国民があって、徴兵制をやるっていう、まあ、まあ、王様もそういう風にしないと自分の身が危ういと思ったんでしょうね。そういった経緯があります。そして、実はこの学校教育制度というのは、その国民である、あなたたちは国民なんだっていうことを教える。そして、そこで、忠誠を誓う。そして、すごくその、周りとの協調性がある。集団行動が、うまい兵隊の、まあ、要は種を育てるというような組織が実は学校なんですね。だから集団生活とか協調性とかですね、あるいは ある程度その底上げをすると、勉強ができない生徒もある程度までは勉強ができるようにするとかですね、そういったことを学ぶための場だったんですね。もちろんそういったことをですね、声高には言わないですけれども、実はそういうふうな仕組みになってます。なので、今の時代には実はそぐわないんですね。
スマホ、ブロードバンド、そして多種多様な生き方ができる。そして、まあ、それこそコロナの話でも出てきましたけれども、学校、会社なんかも行かなくていいかもしれない。自由な、自分勝手な、あるいは、まあ、昔の基準で言えば自分勝手なっていうような生き方でもですね、生きていける。例えば YouTuber なんか、まあその典型例ですよね。そういったことができるようになった今ですね、既存の学校教育って意味ないんじゃないか。こういったアンチテーゼのもとに実はゼロ高等学院が作りました。いきなりですね、こんな話をしても、いやー、高校ぐらい行っといた方がいいよと、例えば僕と同じぐらいの世代の親は思うわけですけど、いや、そんなことねえよと。そのちょうど中間の狭間ということで、とりあえず高校卒業の資格は取れますぜっていうような、ものを僕たちは作りました。だけれども実際はもう僕は別に途中で中退してもらってもいいと思うし、実際はですね、これ通信制の高校が裏で動いてるんですけれども、本当に 20% ぐらいの勉強時間で高卒の資格は取れますんで、あとの 80% は好きなことやってていいんです。そういった場がゼロ高等学院です。ということで、これからこのシリーズではですね、ゼロ校の魅力、そしてこれからの教育、そして、高校生ぐらいの子たちがどのように来たら一番得かっていうような、そういったことについてお話をしたいと思います。いってらっしゃい。はい、私ニコニコ動画でブロマガチャンネルってやってるんですけれども、これから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐブロマガチャンネルに登録してください。月々880円です。税込みです。いってらっしゃい。